稽古場はですね、エリさんを筆頭に本当にエネルギッシュに進んでいます。あのガラスの動物園へのエリさんの熱い思いというのが本当に特別で、これまでたくさんの方々がご上演されてきたガラスの動物園なんですけども、エリさんが1970年代に初めて見た時のあの感動、あの心が揺れ動いたあの思いっていうのをお客様にも感じていただきたいっていうところから始まっていますので、もうそこですよね。一番はどうやったらそんなガラスの動物園が作れるのかっていうのを、まあ、アイデアを出しながら、あの和田さんや松屋さんと一緒にあの家族を作っていってるんですけども、なんか演じてても本当に毎日新しい発見があって、一見やり方はこれしかない、なんか一本の筋が通ってるようで、実はいろんなやり方があるんだっていう、本当に読み応えのある見応えのある舞台になっていると思います。このガラスの動物園、そして消えなさいローラ、2本同時上演は世界初の試みとなっております。演劇ファンの方々にはもちろん刺さるように、いろんな稽古を重ねていますし、まあ、今まで演劇にそんなに触れてこなかったよっていう方にとっても、あ、人間がここまで心をこう動かして演じるってこんなにパワーがあるんだっていうのを本当にこう肌で体感してもらえるような、そんな戯曲なので、ぜひ皆さんには劇場で見ていただきたいなと思っております。頑張りますので、ぜひお越しください。